舐めてると痛い目見るぜ。許してくれ。次の花君どう？ちょっとね。それ取れねえだろ。昨日やっと花くれ替えたんだ。ええー、俺もやってるよ。今どの辺？分かんないところあったら教えてあげるよ。私今ヒロインの青に取り込まれた。ちょっと下がろう。レベって金出せや。やんのか。そこは適当に合わせといてさ。許して。そこなお金ちょうだいよ。お金やっぱり。おい、そこのあんた、何しに来た？この辺で筋もんに飲ませる店はないよ。立花不動産の人間がここに出入りしているって聞いてきたんだが、今もいるか？あんた、また登場会の若い衆か？いや、そうじゃない。あんたらの店を地上げしに来たわけでもない。よく言うな。だったら立花不動産に何の用だ？あの連中のことを知りたいだけだ。あんたらに迷惑はかけない。あまり歓迎されてないようだな。俺らはもうヤクザにうんざりなんだよ。お前らはここらの店をゴミとしか思ってないんだろうが、俺らにはもうこの場所しかないんだからよ。そんなに追い出したきゃ俺ら殺すしかねえぞ。俺は立花不動産の話を聞きに来ただけだ。ふざけんな。お前ら聞く耳持ったことなんかねえだろ。
何なんだこいつ。少しは話を聞く気になってくれたが、あんたらに怪我させるつもりはなかった。俺は立花不動産の人間がここで何をしているか知りたいだけだ。あの人たちを売る気はない。ここの住人なら誰だってそうだ。ん？連中もここで地上げしてるんじゃないのか。違う。あの人たちはヤクザの地上げから俺たちを守ってくれている。あの人たちのおかげで今日のチャンピオン街がある。なんだと。そうでしょう、織田さん。どうも。誰かと思えばスナックナマセのお兄さんか。あんた、堅気の人間とか言ってなかったか。なかなか信じてもらえねえが、今は堅気だ。前は堂島組にいたかな。堂島組かよ。登場会の中でもよりによって。俺は組を破門された身だ。もう関係ねえ。その元ヤクザがなんで俺らのこと嗅ぎ回ってる。あんたらの社長から手を組まねえかと誘われたもんでな。あ？あんた名前は？キリュウだ。そんな話聞いてねえぞ。待ってろ、社長と話してみる。わかりました。じゃあそのように。え、それじゃあ。社長は何つってた。うちのことを深く知りたいなら昨夜社長と会った部屋に来いとおっしゃってる。直接会うそうだ。そうか、わかった。もうここには来んなよ。ここの人たちはヤクザが嫌いだ。そういや、あんたらがヤクザからチャンピオン街守ってるってのは本当か。ま、一応ね。社長の方針があるからさ。方針？この辺の土地は神室町が戦争で焼ける前からいるような人たちのもんだし、うちの社長が言うにはここらは神室町の根っこだ。俺たちみてえな新参者に好き勝手する資格はないってさ。さっきのビルの時とは随分態度が違うんだな。白亜ビル？あそこの連中は所詮流れ者の寄せ集めだ。あんたもスナックナマセの店長見たろ。さも堅気の被害者ですって面してたがよ。あいつらだってよそから流れてきたとき、元いた住人を追い出してんだから。因果応報ってやつだよ。
ま、俺は社長のポリシーに従ってるだけでね。偉そうに言うつもりはないけど。それでもあんたらにはあんたらなりのルールがあるってわけだ。俺は織田ってもんだ。立花社長とは古くてな。大抵の現場は俺が仕切ってる。で、あんた結局どうするんだ。うちの社長に会いに行くのか。ああ、会ってもう一度話を聞かせてもらう。どうやら立花不動産ってのは思っていた以上に腹の底が見えねえ会社なんでな。その顔が気に食わぬ。何だ。いらっしゃいませ。ありがとう。いらっしゃいませ。ありがとう。
俺は立花から呼ばれてきたんだ。お前ら立花不動産の人間じゃないのか。ここに社長はいませんよ。後で来ることになってるはずだ。部屋で待ってろと言われた。それは何かの間違いじゃないですか。何？うちの小田ってもんから連絡が入ってましてね。若いチンピラが来るだろうから死なない程度に可愛がってやれと。なんだ、小田が？ほれ、回れ右すんなら今のうちだ。おとなしく帰んなら見逃してやるよ。てめえ聞こえなかったのか。さっさと帰れっつってんだろうが。俺はここんとこどこ行っても歓迎されやしね。だが呼ばれた先で門前払いとはコケにされたもんだ。だから誰も呼んでねえっつってんだバカ野郎。どげ、お前らじゃ話になんねえ。ガキが土地狂いやがって、どうなっても知らねえぞ。お前は織田。よう。お前が俺を襲うようにさっきの連中をけしかけたんだ。なんでだ。あんただって俺たちを品定めしてたろ。ならこっちにもその権利があるんじゃねえかと思ってさ。ま、腕っぷしはそれなりみたいだけど、あの立花社長がわざわざスカウトするほどかと言われるとどうもね。部下に襲わせるだけで俺の何がわかんだ。だからさ、やっぱ自分でやるしかないみたいだよ。いやー、仕事を人に任せられないってのはしんどいね。川室町で不動産やってると荒事も多くてさ、俺そこらの極道よりよっぽど血の気が多いんだよね。ただのサラリーマンとは違うと言いたいわけか。大したもんじゃない。元極道の半端もんといい勝負だ。だったらお互い手加減はいらねえな。そのつもりでかかってこい。
嘘だろこの俺にこんな若造が怠慢で勝つかよ信じらんねえ織田、納得しましたか織田さん。ええ、俺の、負けですよ社長。どうなってる、あんたも承知で織田に俺を試させたってことなのか。ええ、織田さんは私にとってかけがえのない片腕です。だから我々の中にあなたを迎え入れるには彼の了解を取る必要がありました。そうかよ、俺はつくづく自分がバカに思えてきたぜ。さっきまであんたらは信用してもいいって気になりかけていた。立花、そろそろ腹の中に隠してるもん見せろ。あんたはなぜこの俺に近づいてきた、その理由は何なんだ。いいでしょう。ですがその前に、あなたはこの神室町という町を何と見ますか。神室町さあな、質問の意味が分かんねえ。私はね、桐生さん、この町は堂島組をはじめとする東条会の餌場であると見ています。一晩中ネオンに彩られたこの町に集まる人や金、そこからあふれる甘い汁は全て東条会の極道たちに吸い上げられる。何が言いてんだ。東条会が力で光り輝かせるこの町に、私は風穴を開ける人間です。こんな風にね。金は力、私は自分の力がこの先どこまで東条会に迫れるか試してみたい。ですがまだまだでしてね。今の私ではせいぜい10秒というところが限界ですが、いずれは殻の一つを手に入れて神室町の支配者層に食い込むつもりです。あの土地はそれだけの価値を生みます。あんたは一体。桐生さんがご存知かどうか、東条会という組織は決して一枚岩ではありません。その証拠に、東条会にはこの私に協力するある一人の人物がいます。そして私があなたに近づいた理由は、その人物から強力な推薦を受けたからなんですよ。東条会の内通者ってことか。誰なんだそいつは。あなたと私が手を結ぶことを望んだその人物は、東条会直系堂島組若頭、風間慎太郎です。なんだと。おやっさんが。あなたは
堂島組の若頭補佐久世さんから風間さんをスパイするように言われましたね。風間さんの隠し持つ空の一壺の情報を探れと。風間さんが隠し持っていた情報、それは空の一壺の所有者を見つけ出すことのできる人間、つまり私のことです。あんたが。我々は空の一壺をめぐる争奪戦であの堂島組より大きく先へ進んでいる。いずれそのことを知れば彼らは激怒するでしょう。本気で潰しにかかってくるはずですが、それを承知であなたが我々と手を結ぶことを他ならぬ風間さんが望んだ。私が風間さんからあなたのことを託されたのは半年前、あの人が刑務所に入るよりも前のことです。風間さんは久世があなたに近づくこともあなたが組にいられなくなることもほぼ見通していました。まさか、いくらお休んでもそんなことまで分かるわけないだろう。風間さんは堂島組どころか東城会という組織で頂点へ上り詰めるだけの器量を持った人間です。その懐はあまりに深い。風間さんにとってあなたの周りに起こることを予測するのは容易いはずです。そしてその風間さんが空の一粒を手に入れる目的は、おそらく自分の身を守るなどということじゃない。あの人はもっと大きなもののために絵を描いてるはずです。だったらなんで今おやすさんは無所に入ってるんだ。それすらも風間さんの計画のうちではないかと私はそう信じています。なんだと。バカな。ご理解いただけましたか、桐生さん。立花、あんたがおやすさんの意思を託された人間だって証拠はあるのか。風間さんがおっしゃるにはこれがその証拠になると。これはあなたも見覚えがあるはずです。風間さんが沢村由美さんからプレゼントされたものだそうですね。おやすさんがあんたにこれを渡したのか。あなたにお渡しするよう預かっていただけです。あなたから風間さんにお返しください。全てが片付いた後で。俺にはまだおやすさんって人がどういう男なのかまるで分かっちゃいなかった。あの人が俺に何かを望むなら、俺はいつでもそのために命張る覚悟だ。あの日、おやすさんに逆らって極道になった時から、そう決めていた。ではこれから、どうぞ。よろしくお願いします。